和で唯一響き火ダンスのことがよくわからない N×VTuber 伊藤ライフです。わー、真相がわかるのは3年後です。みんながさ、コメント欄でキビ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 うるせえのよ。だけど僕一人だけそのネタがわかんねえの。これか、友達の輪に入っていけない感じ。どこでやってるんですかね。誰が何をしてるんでしょうね。先生知らないの。知らんねん。あ、かっぽいや。あ、着替えます。生着替えですよ。わあ、カエルだ。ドクロック欲しかったな。ぼ、ワイがドクロックになっちゃった。え、あれ、え、何、え、たまに怒る。へえ。最近ね、伊藤ライフがどうやらコメント欄を見てない状態でお絵かきをしてるっていうことを知らない人がどうやら増えてるらしくて、なので、こういう感じで、はい。トリキアさんが、コメントを見ていないよという表示をしてくれるようになりました。これがだから、お絵かきの最中出っ放しになると思いますので、よろしくお願いします。こんな図は、ああ、打ち上がってる、ダメやって、川の水全部抜く。テレ東で見たやつや。わあ、ああ、ああ、ああ。トイキング全部、全員ちゃんと、ご飯にしてるて。来た！ご商談あれ。でん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 。わあ！これはみんな惚れるわな。主役やん、顔が。あ、ここで報告あります。皆様、伊藤ライフ、いろいろ考えたんですが、若干方向転換をしたいと思います。私、企画に対して。シリーズ通して、伝説、純伝説は、こっから先、プラチナとか特にそうなんですけど、イベントシーンで、やっぱシナリオにすごく絡んでくるじゃないですか。だから、画面上のグラフィックでやっぱ出がちなので、挑むことは、やめようと思います。ちゃんとイベントが見たい。シナリオが見たいです。お、博士、また揉めとんのか。痛い痛い、なんだこの時代。やべ、暴力に訴えてる。わあ、すげえ。あ、BGM がいい。そして、こいつはエテボース。お、知らんぞ。エテボース、エテボース。2本に分かれた尻尾は、いろんなところが器用にできるので、ほとんど手を使わなくなった。あー、ボースってあれか。それこそ2つあるって意味じゃなかったっけ、ボースって意味が。間違いないでしょ。尻尾が2本になった、エイバムですね。はい。天地明察、エテボースは尻尾が2つ、尻尾で立ってるエイバムです。わー、いける。あー、緊急企画、エテボース会議を開こう。わー、待ってな。エテボースね、尻尾の手のひらにオレンジ入ってる。なんか思い出したぞ。なんかね、オレンジの何かを投げてたような記憶があんねんな。何や、この記憶は。伊藤ライフの脳内に溢れ出した。存在しない記憶。卓球？卓球するの？エテボース。オレンジのピンポン玉持ってる？あ、それか？エイパムがこんなんで。あ、あ、前髪揃ってなかった？あ、あ、あ、これや！あ、これや！あ、思い出した！これで。たまーにくんねんな、俺。多分ね、これね、後の世もこういうの出ます。皆様。これは脳幹かな。エテボースは、伊藤ライフが過去にアニメを見たことがあった記憶が呼び起こされてしまったので、無効試合とさせていただきまーす。わははは。エテボースおいでー。はい、せーの、ドン。うわーあー、これはダメだわ。久しぶりやのよな、この無効試合。やっぱ一シリーズ一回ぐらい出そうな気がする。お、あれ7000円。うわぁ、上着来てくれ。僕の7000円返すから、ユニクロ行ってくれ、頼む。スキーや、これか、これか。雪かぶり？雪かぶり、雪かぶり。人間に興味があるのか、雪山で足跡を見つけると、その周りに集まってくる。はぁ、なるほど。ライフ先生、これ当てに行っていいですか？天地明察、雪かぶりは、イエティ、雪男、ビッグフットのポケモンです。わぁ。それ以外ないよな。人間に興味があって、里に降りてきて、チラチラこっちを見てる感じ？じゃあ、印象行きましょうか。多分、たくましいが強くなんじゃない？これって。印象グラフ、せーの、ドン。かわいい？たくましいか。あ、でも、たくましいも入ってんねんな。あ、わかった。じゃあ、進化前だ。ちっちゃい雪男やってることは。お腹があって、腕があって、
腕があってで足がある感じかな。こうやな。僕としては可愛い雪男をかけたんじゃねえかと思いますね。で目をまあ青やろうなと思う。うん、ええやんか、ええやんか。いやでも黒でいくか。そうやな。はい、リトライフが考える雪かぶりでございます。わー、地震は足かせって言われてるけどさ、これはなんか自信持っていいんじゃない。おいで雪かぶり。はい、せーのドン。あ、うわー、草入ってるこれ。あー、樹氷ですかこれ。草入ってますよねこれ。お腹が木で頭が針葉樹林になってます。ガーイーズ、ガーイーズ。コールガイズやな。草の情報をくれ。どんどん行こう、どんどん行こう。お、小屋だ。暗い。人、珍しい。せっかく来てくれたんですもの。これをどうぞ。呪いの札。もう一回入り出すの。こんにちは。お札もう一枚ください。休憩タイム行ってみたいと思います。僕もちょっとな、休憩のおやつを持ってくるんで。今日のおやつはコロッケでございます。わあ、セブンイレブンで買ってきたのさ。おいしい。ここのジムリーダーにいるんでしたっけ。鬼氷、あ、久しぶり。わあ、こ、あー、かっこいいな。こう見るとやっぱここだと多分これ壊せるんじゃない。うわー、いたいたいた、気持ちいい。わ、三つ編みだ。鈴奈に挑戦です。いいよ、強い人待ってたし。あら、素直な子。ポケモンもオシャレも恋愛も全部気合いなの、わかる。雪の王、あー、はい、天地明察。雪の王は雪かぶりの進化系です。わー、名前からしてね。わー、デコだ。なんかでっかいんやろな。あー、いい。あ、かわいい。あ、ちゃんと雪男っぽくなってる。しかもなんかでも草タイプの雰囲気も残してて、わ、いいなー。雪目の子、なんやろうな。でもまあ氷タイプだから雪ちゃんが入ってんのから。雪目の子、マイナス50度の息を吹きかけ凍らせた獲物を秘密の場所に飾っているという。はあ、なるほど。まあ氷タイプなのはよくわかるけどさ、え、な、なに、なに、雪の王の最終進化、雪目の子、雪の女王みたいなの。はい、せーのドン。お、美しい。マックス、かわいいが入って賢いか。ちょっと待って、なにこれ、なにこれ。ここまで印象変わることあるっていうことは、雪の王の進化ではない。そうやな、やるとしたら雪かぶりからら、なんか条件、あ、オスメスか。ミノマダムとガーネールと一緒や。もともとがいて、オスとメスに進化するんや。で、オスで進化したら雪の王、メスで進化したら雪目の子や。じゃあ、氷草タイプ、樹氷のポケモン描くって感じか。いや、違うぞ。名前が違う。いや、でもな、雪やしな。あー、待てよ。雪目の子っていうことは、雪目か。雪女？それ以外ないよな。雪かぶりを雪女に持ってくんの？なんか変じゃない？マイナス50度の息を吹きかけて凍らせた獲物を秘密の場所に飾っていると言われる。これもなんか雪女っぽいよな。僕雪女昔仕事で書いたことあるぞ。その仕事は世に出なかったけどさ。世に出なかったけどさ。あ、わらしか？ひょっとして。雪わらしも妖怪か。鬼氷の鬼も一応妖怪の範囲に入るか。そっか、だから雪わらしがいて、メスだと雪目の子に進化して、オスだと鬼氷に進化する感じ？あ、でも納得いった。多分そうやわ。ただし難しくなった。鬼氷とちゃんと家族のように描いた雪女を発展勝負で描かなければいけないってこと？これって。うわで、ここになんかひし形が入ったっけな。でもさ、あのさ、絵描いてたからわかんねんけどさ、僕雪女を仕事で描いたからわかんねんけど、雪女は雪女たらしめてんのってね、着物なんすよね、結局。多分ね、ちゃんと着物っぽいものを着てなきゃいけないと思うんですよね。そうじゃないと雪女感は出ない。
こういう感じは自分の中で。で、子供しか振袖は着ないので、振袖にしてよろしい。服を描いてはいけないんですよ、ポケモンというのは。だから、こうやな。先にちょこっと手があって、こういう手。で、はい、ライフ先生、わかってます。違うな。わかってるじゃないな。帯つけます。帯がないとね、雪女らしくならないんですよ。仕事であった時気づいたわ。一応、美しい、可愛い系にはいった気がする。黒に入って、目はまあ青でしょう。帯。青じゃねえよな。あ、青でもそれっぽいな。でもね、僕書いた赤やってんな、確かな。帯の色とか何の根拠もねえもんな、今。そんな、帯が赤だけっておかしいね。ワンポイントカラーで帯だけってのは多分やらん気がする、ポケモンは。赤を使うのはどっかにも散らすはずやね。モンスター、なんか雪女に寄りすぎてる感じが。じゃあ、やっぱ暗い色やな。赤じゃな、やっぱり。そうね、なんか3色使うのが嫌やねんな、結局な。わかった。折衷案。青グレーやってんて、僕って。いつも。ちょこだけ紫にしとくわ。よし、完成、これや、これでいこう。よし。本音を言うんやったら僕ね、全部紫にしたいんですよ。一番やりたいのはこれです。これっぽい。うわ、めっちゃ成立した。これっぽい。どうしよっかな。うわ、見たくなっちゃった。僕、雪女描いたって言ってたやん。帯をさ、呉服っぽい白と黒のバージョンもあったのよね。それさ、僕、リテイク食らったことあるね。色がなさすぎるんで、若干色だけ変えてもらっていいですかってリテイクを食らった記憶あるんですよね。右か。確かに左はちょっと地味すぎんな。うん。赤でいきます。パルケさんありがとう。やっぱ右ですよね。時間かかったなぁ。伊藤ライフが考える雪目の子でございまーす。わー。気に入らん子がいたら、ひょっとしたら凍りつきにされてしまうかもしれない。そんなちょっと気性の荒い雪目の子ちゃんがそこにいます。おいでー、雪目の子。おー赤い帯が。髪の毛じゃない？どういう形状あれ？お土産がて。ただめちゃくちゃ嬉しいのがやっぱり鬼氷のメスなんですね、やっぱね。発表します。雪見のコゲットでございます。ありがとうございます。これはでもなんか昔の伊藤ライフにありがとうやな。僕雪女昔仕事で書いたことあるの。その仕事は世に出なかったけどさ。世に出なかったけどさ。全ては繋がってますね、この時のために。ありがとうジャイロ。あなたの気合そういう方に押し切られちゃった。そうだな。気合というよりは、昔出なかったソシャゲの経験が来ました。本日の成果物、雪かぶりと雪目の子でした。なんと雪目の子はゲットでございます。ありがとうみんな、応援してくれて。得てもうすることは、事故と思って忘れましょう。では、オトライフでした。講師の皆様は、雪目の子の服の下に入って出荷でございます。おやすみなさーい。行ってきまーす。おやすみなさーい。でも、得てもうすワンチャンあったよな。そう、ストレートに書いたら正解できるやん、あれ。でも、でも、オデ立ってた。多分ね、オデは立たしたと思う。で、それで多分、画面に対してガチ切れするというね、感じの。はい、というわけで、オツライフでございました。講師の皆様も、一緒に、スタッドレスタイヤの履いたね、ソルロックに乗って、ご飯食べに行きましょう。おやすみなさい、行ってきまーす。オツライフでしたー。勝ったよー、雪目の子。すごくね。よう気づけたわ。